アンナデステは、ギーズ公、フランソワの日、ユグノー戦争の中心人物。フランス語名、アンヌデスト。フェラーラ公、エルコレニセデステと、フランス王女、ルネの長女として、フェラーラで生まれた。幼少時より良い教育を受け、音楽、歌唱、舞踏、絵画も学んだ。1548年、ロレーヌクゲに連なるフランソワと結婚した。 イタリア出身であることと、フランス王女を母に持つことから、当時の王妃、カトリーヌ・ドメディチの近い存在となった。1550年に、ギフギーズコー・クロードが亡くなり、ギボ、アントワネット・ド・ブルボンと共に、所領の経営に、本格的に乗り出す。この間、夫・フランソワとの間に七死を設けた。1563年、フランソワが暗殺される。 暗殺の実行者が処罰される間、アンナは、ユグノーの狩猟ガスパールドコリニーに猛攻を加えようと、手段を講じた。続く3年間、アンナは、王と自身の単願の最低を握る高等法院から、圧力をかけられ続けた。1566年4月、ヌムール皇、ジュヌボア皇であるジャックド・サボアヌムールと再婚した。夫の所領であるアヌシーで生活するようになり、 サボヤ公と夫との仲裁者となり、ジャックとの間の息子たちの出世に意欲を燃やすようになる。彼女はフランス宮廷での地位も保持し続けていた。1585年、夫ジャックに先立たれ、アンナは再びパリに出て、セーヌ・サガンにある夫の遺産であるオテルド・ヌムールで暮らし始めた。彼女は息子たちと共にカトリック同盟に加わった。先風との間の子供、 ギーズコアンリがカトリック同盟首領として頭角を表しており、子供のないアンリ三世以後の未来のフランス王候補と呼ばれるようになっていた。1588年12月、アンリ三世はギーズコアンリとマイエンヌ公シャルルの暗殺、そしてアンナの投獄を命じた。解放後、彼女は未来の王母とカトリック同盟から呼ばれていた。ナバール王アンリが カトリックに改修し、アンリ3世と同盟を結んだことで、情勢は変化した。1589年8月のアンリ3世暗殺後、アンナは息子たちが反逆者として神王に裁かれることを恐れた。1594年にようやく、アンナはパリへ向かってアンリ4世に、教順の意を表した。晩年のアンナは、最高の敬意を払われ、 経済的に困ることなく子や孫に囲まれて過ごした。1607年に亡くなった時、所持金は4000リーブルを下らなかったという。彼女の内臓と心臓はそれぞれパリとジョアンビルへ埋葬された。遺体はアヌシーへ運ばれ、ヌムール港、ジャックのそばに埋葬された。ギーズ港フランソワとの間には7市を設けた。ヌムール港、ジャックとの間に3市を設けた。 ありがとうございます。